の関係では、日本とマダガスカルの関係について外説する。16世紀頃、マダガスカルの中央高地にメリナ王国が誕生する。17世紀から18世紀には分裂と統一を繰り返すなど弱小国であった。19世紀前半、ラダマ一世の時代にはメリナ王国がほぼマダガスカルを統一。モーリシャスを介してイギリスと接触し、 キリスト教宣教師の来訪やローマ字の伝来など新たな技術や制度の導入が進む。1883年、フランスは権益保護を名目としてマダガスカルに侵攻し、マダガスカルは敗戦して北部の港町アンツェラナナを割上する。しかしフランスはマダガスカル全土を保護国化するべく侵攻を継続し、1896年には王室を デユニオン島に追放するなどしてメリナ王国を解体し植民地化。マダガスカルに向かった特殊戦航艇の乗務員ディアゴスワレスでの戦闘を報じる新聞記事第一次世界大戦ではマダガスカルはフランスの植民地であったためマダガスカル出身者がフランス軍兵士として参加。その時期には遠く離れた日本における明治維新や 日露戦争などの情報がマダガスカルにも伝わっており、これに触発されて民族主義運動が高まっている。大戦中の1915年には皇福秘密結社ビバトゥ・サケリカが摘発され、この事件はフランスを侵犯させて、さらなる独立運動の抑止へと植民地政府を借り立てることになった。なお、日露戦争当時のアンツェラナナ、当時ディエゴスワレスには、 赤崎伝三郎という日本人が酒場天主として居住しており、彼は1904年12月29日に同行に入港するロシア帝国バルチック艦隊を目撃。戦艦の種類や数、燃料、水、食料などの量を密かに調査して在ボンベイ第二本帝国領事館に電報で伝え、日本がバルチック艦隊の動静や規模を把握する一助となっている。 続く第二次世界大戦では1940年という比較的早い時期に創主国フランスがナチスドイツに占領される。これはマダガスカルの植民地政府の威信に曇りをもたらす出来事であり、1947年に起きた反フランス植民地支配抵抗運動の援因ともなった。占領後、マダガスカルは微信政府側について連合国と対立。 さらに、1941年に、イギリス軍と改戦した大日本帝国軍は、正論を機改戦などを経てた叩く間に、インド洋からイギリス勢力を放くして、インド洋の政界権を奪取した。日本に、インド洋の政界権を握られたイギリスを中心とする、連合国は、日本がマダガスカルを無血占領して、アフリカへ、勢力権を広げることを危惧した。そのため、 1942年に重要港アンツェラ7をはじめとしたマダガスカル全土に攻勢をかけ、マダガスカルの戦いが始まった。この戦いは当初はイギリス海軍とマダガスカルに駐屯するビシーフランス軍との戦闘だったものの、同年5月にビシー政府の要請を受けて日本海軍の特殊戦艦艇がアンツェラ7でイギリスと戦闘を開始。日本が本格的に マダガスカルの戦いに参戦した。戦闘はほぼ海上で行われたが、地上戦も行われた。海戦に参加していた潜水艦 E20 は座礁し、帝長の秋江がサブロー隊と帝付の竹本正美一等兵装の2名は帝を放棄。マダガスカル島のアンタラブイ近くに地元の漁師の手助けを得つつ上陸して、母船との合流地点に戻る途中で15人の イギリス人部隊と軍刀と拳銃のみで戦闘の末戦死している。なお、二人の遺体はイギリス軍によってアンツェラナ,ナに埋葬された。その後、イギリスはマダガスカルのほぼ全土を占領。日本はインド洋の聖海圏を奪取するという最大の目標をすでに達成し、またマダガスカルは主戦場である太平洋などから遠く離れていたため、 これ以降目立った軍事行動は行われずに日本はマダガスカルから撤退した。これが日本とマダガスカルのほぼ最初の交流であった。第二次世界大戦は日本の敗戦で終わり、サンフランシスコ平和条約によって日本は主権を回復した。一方のマダガスカルは戦後1947年に反フランス。 植民地支配抵抗運動などを経験しながらも1958年にフランス共同体の自治国家として平和裏に独立し、1959年の憲法発行を経て1960年には完全な独立を果たした。日本は1960年7月にマダガスカルを国家承認。 国交樹立後すぐの1965年には、マダガスカル独立の父とも呼ばれる初代、マダガスカル大統領フィリベール・チラナナが国賓として日本を訪問している。1968年2月には、首都アンタナナリボに在マダガスカル日本国大使館を設置した。マダガスカル側は1年遅れた1969年の3月に、東京に在日マダガスカル大使館を開設している。 その後、1976年には在マダガスカル、日本大使館が、現地に、マダガスカルの戦いの地上戦で亡くなった、秋枝三郎中佐と、竹本正美と組む将尉の慰霊碑を混流し、1997年には、勇士が上記2名と海戦で命を落とした、岩瀬勝助隊員、高田光山兵装長の4名の日本軍人の慰霊碑をアンチラ7に混流している。 中日マダガスカル大使館正面玄関日本が経済大国として復興して以降は戦時中からつながりがあったこともあり ODA などを通じてアフリカでは例外的に緊密な関係を維持し続けてきた日本の累積援助額は1000億円を超えアメリカ合衆国フランスドイツ韓国などに次ぐ主要なマダガスカル援助国であるしかし 2009年3月には軍に全権を委任されるというマダガスカル憲法に乗っ取らない形で、アンドリー・ラジョエリナが新大統領に就任すると、日本政府外務省は一般市民を巻き添えにし、不法に政権交代が行われたことに強い懸念を抱き、民主主義的方法で武力手段に至らず、問題を解決し、一般市民の安全を祈ると発表。 日本は新規の二国間の経済協力を停止して援助も滞った。2014年1月には民主的な選挙を経て新大統領にヘリー・ラジャオナ・リマンピアニナが就任すると日本は経済援助を再開し、また彼は2017年に訪日して当時総理大臣であった安倍晋三と首脳会談を実施し、自由で開かれたインド太平洋戦略についての 協力が話し合われている。2019年には民主的な選挙を経て、再び大統領となったアンドリー・ラジョイリナも、訪日して首脳会談を実施し、全政権を引き継いで、経済、安全保障分野での協力関係が示された。なお、マダガスカルはアンポリ改革に賛成の立場を取る国である。貿易関係は、 マダガスカルの2018年対日輸出が268.8億円なのに対し、輸入は17.3億円と大幅な黒字を達成している。マダガスカルは潜在的な資源大国であり、工業製品には欠かせないニッケルやコバルトを輸出しているほか、日本にとって重要な香辛料供給国である。特にバニラに関してはマダガスカルは世界最大の輸出国であり、 日本にとっては最大のバニラクローブ供給国である。一方、日本は自動車やゴム製品をマダガスカルに輸出している。文化的交流も一定程度存在している。マダガスカルの学校では日本語教育が行われている。他、ポップカルチャーや伝統文化も人気を博しつつある。一方、日本ではアフリカ大陸とは文化的に一線を隠すマダガスカルの文化的。 多様性についての研究が行われている。ありがとうございます。